上杉健太郎君。はい、上杉君。おはようございます。自民党のお世話になります、上杉健太郎でございます。質問の機会いただきまして、理事の先生方に感謝申し上げたいと思います。今日は日米貿易協定の改正議定書についてということであります。まあ、牛肉に関してでありますが、まあ、私は福島県選出の議員でもありますので、まあ、地元和牛、黒毛和牛はじめですね、国内産牛肉生産者たくさんおります。まあ、ちょっとそういった視点も含めまして、質問させていただこうと思います。まあ、外務省と農水省さん、今日お世話になりたいと思います。まあ、この議定書でありますが、まあ、2019年、そして20年の1月1日から発行してですね、あとオーストラリアの方で干ばつがあった影響で、まあ、そちらの輸入が途絶え、まあ、そしてアメリカの方が輸入が増え、まあ、結果セーフガードということになったわけであります。まあ、今日最初の質問でありますので、まずはこの改正議定書、まあ、これをですね、締結するに至った経緯、またこの概要についてですね、外務省からご説明いただきたいと思います。はい、坂大臣官房参事官、あ、違うじゃないか、ナマズ経済局長。お答え申し上げます。2020年1月1日の日米貿易協定発効以来、日米間では同協定に従って貿易が行われてきましたけれども、2021年3月に米国産牛肉の輸入数量が同協定における2020年度のセーフガード措置の発動基準数量に達し、同措置が適用されたことを受けまして、同協定に関連する日米政府間の交換公文に基づき、同措置の適用の条件の修正に関する協議を開始いたしました。米国と協議を重ねた結果、2022年3月24日に日米政府間で実質合意に至り、6月2日日本時間では3日になりますが、に改正議定書、本改正議定書に署名をいたしました。本議定書は米国産牛肉の発動に係る新たな仕組みについて定めたものでございます。具体的には次の3つの条件をすべて満たした場合にセーフガード措置が取られる仕組みとすることを定めております。第1に、米国産牛肉の輸入数量が日米貿易協定附属書1に定める各年度のセーフガード発動水準を超えること。第2に、4年目、すなわち2022年度以降について米国および環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的な協定 CPTPP、 締約国からの合計輸入数量が CPTPP に定める各年度の発動水準を超えること。そして第3に、4年目から9年目まで、すなわち2022年から2027年度について米国産牛肉の輸入数量が前年度の輸入実績を超えることでございます。上杉君。はい、ご説明ありがとうございます。まあ、追加でですね、いろいろ決まったことがあって、まあ、簡単に言うとこの CPTPP の枠内で、まあ、日本の輸入の方はですね、総量は変わらないわけでありまして、まあ、仮にアメリカの基準がですね、あってもその、まあ、CPTPP の範囲内であれば OK だということで、まあ、全体としてはですね、国内の生産者を守るというようなことになっているというふうに思いますけれども、でまたこの議定書、早期締結が非常に大事だと私も考えておりますが、大臣の方からもですね、一つご答弁いただきたいと思います。政務官時代大変お世話になってありがとうございました。ぜひ答弁よろしくお願いします。林外務大臣。この本議定書ですが、日米間の合意に基づきまして、2020年の1月に発行した日米貿易協定の牛肉セーフガード措置の適用の条件、これを修正するものでございます。修正された条件の下での同措置の運用を速やかに開始し、もって日米経済関係の一層の発展を促すためにも、本議定書を早期に締結することが重要だというふうに考えております。委員長。はい、ありがとうございます。で追加でですね、外務省にお伺いしたいと思いますが、まあ、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、CPTPP の発動水準がですね、まあ、この今回のセーフガードの措置の適用の条件として取り入れられているということでありますけれども、もうちょっと少しここについてご説明いただけますでしょうか。ナマズ経済局長。CPTPP 発動水準につきましては、当初の TPP 協定の下で、米国も含めて合意した枠組みと同様のものでございまして、今回の日米協議におきまして、TPP の範囲内と
という我が国の基本的な方針を米側が受け入れて盛り込むことにしたということでございます。この枠組みは政府として国内生産への影響を可能な限り抑えるという観点から最善の結果を得られるよう対応するという考えのもと、米国単独水準の大幅な引き上げを求める米国との間で約1年にわたり粘り強く交渉した結果として合意したものであり、全体として TPP の範囲内と言い得る内容と考えてございます。上杉君。はい、ありがとうございます。あの交渉に至ってはですね、多分本当に外務省さん、農水省さん、懸命に努力して いただいたんだというふうに思います。国内のですね、生産者、また産業をですね、守るために一生懸命やってくれたというふうに思っておりますので、本当に感謝をしたいというふうに思います。これ輸入に関してこう守るということもそうでありますけれども、やっぱりこう攻めの方も大事でありまして、ちょっと踏み込んでまたご質問したいと思いますが、この農水省さんにお伺いしたいと思いますけれども、その今その農業という点で言えばですね、和牛はじめ国内産牛、国内のマーケットは縮小傾向にあるわけであります。人口減少もしているわけでありまして、これは牛肉のみならず米はじめいろんなものがそうであります。だからこそ国内マーケットが縮小していく中で、農家の皆さんを助けるためには外に活路を見出さなければならない。だからこそ農水省も5兆円の目標を出してですね、農林水産品の輸出をしているというところであります。そういったときにですね、日米貿易協定合意時にですね、これ別の WTO の方でありますけれども、複数国枠のアクセス、対米輸出に関してですね、これがあって、もともと日本からアメリカに和牛を輸出するというときは200トンしかできなかったものがですね、6万4805トンのこの別の枠があって加えて6万5005トンまで輸出できるという、そういう状況になったわけであります。ここをしっかりと使ってですね、日本の縮小マーケットの部分を世界しっかり外にこう出していって輸出をしていくというのが大事であるわけであります。ここ数年これで和牛の輸出はどんどん増えてきたわけでありますが、ここをしっかりとですね、やっていかないといけない。でただこれ複数国枠でありまして、ブラジルだったりイギリスはじめヨーロッパだったりみんな揃って全部でこの枠ということでありますから、ある意味取り合いにもなるということであります。ここはですね、この日米貿易協定と合わせてですね、対米アメリカ側と交渉して、この6万5千5トンの中からしっかり日本の枠をどんどん作っていく、増やしていくということが、日本の国内の畜産農家、和牛、国産牛の生産者を助けていくことになると思いますけれども、いかようにご努力されているか、農水省さんからご答弁いただけますか。佐賀大臣官房参事官。お答え申し上げます。アメリカのマーケット向けの牛肉、複数国向けのですね、低関税枠、ご指摘のとおり6万5005トンございます。これにつきましては複数国間での競争になりますので、本年につきましては3月末にですね、枠がいっぱいになって、その後は通常の関税率で輸出をするという必要が出てきているところでございます。政府といたしましては、低関税でのアメリカのマーケットへの輸出が行えるよう、さまざまな機会を捉えて、働きかけを行っているところでございます。アメリカへの、我が国の牛肉輸出につきましては、関税のほかにも、為替の変動でございますとか、現地の消費の動向に左右されるということがございますので、輸出動向につきましては、しっかりと注視していく必要がございますけれども、引き続き、働きかけを続けてまい、りたいと思っております。よろしくお願いいたします。上杉君。はい、よろしくお願いしたいというふうに思います。なんか早い者勝ちといいますか、年度変わってからですね、早く輸出した方が勝ちというようなことも聞いております。確かにこのアメリカの国内でのその需要ということもありますから、アメリカ国民から見たらですね、また違う牛乳を食べたいというのもありますけれども、今日本食ブームでもありますし、和牛が美味しいというふうにこう評判であるわけであります。実際に200トンの枠からですね、どんどん増えて1000トン以上にもなっているというところであります。ここからどんどんやっぱ増やしていくことが必要だというふうに思うんですね。そこはやっぱり本当に外交交渉ですよね。なんとかですね、何かしらのルールを作って、もっと枠を増やしていけるように、それは引き続き努力をしていただきたいというふうに思います。これは外務省さんも農水省さんもであります。やっぱそうやってですね、
農水省さんの方で先ほども申し上げましたけれども、5兆円の輸出目標を掲げている、で、すでにも実際も1兆円今もう超えたわけでありますから、まあ、それはまあアメリカのみならず世界中そうでありますけれども、その各国具体的にですね、でまた品目ごとしっかり、まあ、やってらっしゃると思いますけれども、もっともっと増やしていってもらいたいというふうに思います。でもう一つは今やっぱそのアメリカへの輸出っていうのは好機であるというふうに思うんですね。例えばですね、まあ、福島選出でありますから、2011年東日本大震災ありました。で、原発事故があって、いろんな福島県産品が輸入規制の対象になりました。今外務省さんも農水省さんも努力していただいて、私も政務官の時に努力させてもらいましたけれども、まあ、残る輸入規制かけている地域と国が12まで減りました。そういった中でアメリカについては去年全部撤廃をしてくれたわけであります。まあ、確かに去年の撤廃残りちょっとっていうのは野生の松茸とかですね、野生キノコ、そういったも類のものでありましたけれども、しかし輸入の規制が解除されたっていうのは、ある意味これは好機ですよね。なんか全部なくなったので門戸が開放されたので、よしこれから輸出できるぞということであります。で、これは福島県産品のみならず対象になっていた県と地域の産品はそうでありますし、まあ、やはりですね、そういった意味から去年アメリカで輸入規制が撤廃したわけでありますから、さらにもっともっとこの好機を捉えてですね、農林水産品の輸出をしていかなければならないというふうに考えております。農水省としてはですね、この輸出拡大に向けて今どのように取り組んでいらっしゃるか、ご説明いただけますでしょうか。山口大臣官房輸出促進審議官。お答え申し上げます。本年1月から8月までの農林水産物食品の輸出総額は8826億円、対前年比でプラスの 14.6% となってございます。そのうち米国向けの輸出額は1357億円、対前年の比で 27.8% となっております。委員ご指摘のとおり、まさに米国が昨年9月に原発事故に伴う日本産食品の輸入規制を撤廃したことから、輸入拡大に向けた機運が高まっているというふうに認識しております。このため農水省といたしましては、本年2月規制撤廃により輸出可能となった福島県産米を使ったプロモーションイベントを、また9月には国連総会に合わせ岸田総理や林外務大臣にもご出席を賜り、日本食のプロモーションイベントをニューヨークで開催いたしました。さらに本年4月には米国における輸出支援のためのプラットフォームを立ち上げ、在外公会やジェトロが現地の事業者と協力して現地初の活動を行っているところであります。農水省としては引き続き外務省をはじめ関係省庁と連携し、官民挙げて農産物の輸出拡大に向けた取り組みを進めてまいりたいと考えております。上杉君。はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。林大臣におかれましても、福島県産品の PR 等々ですね、さまざまにご尽力いただいて本当にありがとうございます。まあ、この日米貿易協定、輸入の方についてはですね、しっかりと締結をして、でかつ国内の生産者を守っていく、仮に超えてしまうことがあったらしっかりセーフガード発動するということにして、守るべきは守るということ、あとはまた外交交渉、貿易交渉によってですね、攻めの部分ですね、しっかり輸出するところ、ここもちゃんと取っていくということが大事であるというふうに考えておりますので、車の両輪というわけではないですけれども、しっかりこの、この議定書についてはですね、しっかりと進めていき、また攻めの方の部分ではですね、新たにいろいろな機会を通じてですね、輸出の枠を増やしていく、そういった努力をどん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 していっていただきたいというふうに思います。これからの日本の主たる輸出新品目にですね、この農林水産品、この牛をはじめとしてですね、農林水産品とか出てくるわけであります。で、震災以降ですね、福島の復興なくして東北の復興なし、東北の復興なくして日本の再生なしと、安倍総理もおっしゃられたわけであります。しっかりとですね、外務省農水省連携して、やっていっていただけたらありがたいというふうに思います。お願いをして質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。次に金城靖国君。
金城君。